高知市の造船所で普段は見られない進水式が公開されました。新車ならぬ新船の迫力の映像をご覧ください。進水式が行われたのは先週金曜日、高知市仁井田の造船所新高知重工です。完成した船は全長140メートル、積載量2万トンに及ぶ巨大な貨物船です。巨大船が海に浮かぶ瞬間を見届けようと、インターネットで応募した県内の親子など100人以上がその瞬間を待ちます。新高知重工は1987年に旧高知重工から生まれ変わり、1万トンから3万トンクラスのコンテナ船や自動車運搬船の建造を30年以上にわたって続けています。進水、よーい。号令とともに作業員が船体の固定を解除していきます。浸水準備完了いたしました。よし。見学者の視線は迫力の光景に釘付けです。とても迫力がありました。感動したというか驚いた。進水式を終えたこの船は、航海で必要な電子機器の装着や内装工事が行われた後、貨物船として世界の海へと船出します。